悪い、完全に寝坊した。遅いわよ、寝坊すけさん。仕方ないよ、ライナーは人一倍頑張っていたんだもん。疲れだって人一倍だよね。ライナーがいないところで勝手に話を進めて申し訳ないのだが、俺は今日レモに帰ることにする。私もラードルフ総司と一緒に帰ります。俺もだ、突然ですまねえ。平和なのはいいんだが、なんていうか血が騒がねえ。僕も蛍横丁に帰る。飛空艇のノウハウも一通り見られたし、早く帰って自分の飛空艇を作りたいんだ。そうか。そうだよな、俺たちの使命は終わったんだ。これが普通だよな。ライナー、もう会えないわけじゃないんだ、そんな顔するなよ。それに俺たちは一緒に世界を救った仲間なんだぞ。そう、どこにいたってちゃんとつながってるよ。そうだよな。ずいぶんと世話になったな。いえ、こちらこそいろいろと勉強させていただきました。またいずれ教会のものを引き連れて訪れるかもしれません。またな、ライナー。お世話になりました。さようなら。またいろいろな技術を盗みに来るかも。じゃあね。ライナー、達者でな。お前との旅は大変だったけど、今まで生きてきた中で一番楽しかったぜ。それじゃあライナー、達者でな。またいい女でも引っ掛けに行こうぜ。行っちまったな。そうね。ミシャ、イムフェーナに帰るんじゃなかったのか？お、私がミシャを大聖堂の司書として迎え入れたのだ。文句あるのか？いや、別にないけどさ。ミュールがいなくなった今、私がクレセントクロニクルで歌い続ける意味はないわ。それに歌魔法の効果自体も弱くなっちゃったしね。だからプラティナに戻ってくることにしたの。そうか、そうだよな、ミシャの故郷はプラティナだもんな。それじゃあこれからは一緒だ。改めてよろしく。ええ、よろしくね。
んだこいつは。確かにこんなウイルス今まで見たことないな。私との祭壇から湧き出てきたのか。一体ここは何なんだ。無駄口は終わりです。全員戦闘態勢。よし、さっさと倒しちまおうぜ。待ちなさい、ガイナー。まずは解析します。マスキングエンゼルフィックスオフィアンデファインシックオクサイクリップミュー。確かに今までに発生したサンプルと一致するものはありません。行動パターン、特性などの一切が不明。この戦闘は何が起こるか分かりません。何してもウイルスには変わりないんだろ。ライナー、一人で突っ走るな。シュレリア様、危険とはいえこのまま何もしないわけにはいきません。通常通り歌で戦いながら様子を見ます。二人とも援護を。炎症開始します。目標捕捉発動します。構うものか。行くぜ。それにか、全然攻撃が効かない。この技はまさか。シュレリア様、thank you.
ここに負の世界の王がいるのか。しかし、なんでこんな近くに魔王城なんていう物騒なものが。つい最近まではこんなところにはなかったの。この城は私の世界を塗り替えるために生まれた城。君の世界を塗り替える。以前にも話した通り、オリカの精神構造は緩やかに負の方向に向かってる。この階層、すなわちレベル7は最後の良心と言われている階層で、ここがなくなるとオリカの理性がなくなってしまうの。そりゃ困るな。そうだから、多少強引な手段をとってもライナーに早くこの階層まで来てほしかったの。と言ってもな、やっぱりこの間のパラダイムシフトは後味悪いぜ。そう、私はいつも自分が考えうるうちで最も合理的かつ最短の方法を考える。ただそれが本当に最良の策なのかは私にはわからない。ごめん、こんな話していても仕方ないよね。先に進もう。お前たち、我が城へ何の用だ。あなたもこの世界から追い出すために来たのだ。我を追い出すか。肩腹痛いわ。お前が我が創造主の力を超えられるというのか。我が創造主って、悪魔のオリカのこと。あいつの方が私より1レベル上の存在なの。昔は逆だったんだけど。そうだったな、以前はお前の方が上だった。残念だったな。恨むなら現実世界のオリカを。オリカの心の優劣がひっくり返ったことを恨むがいいさ。そう言っていられるのは今のうち。光のかけらとなって消えるがいい。はい、何？引かぬな。落ちるところまで落ちたな。理性の象徴よ。残念だが、そろそろお前とも決着をつけねばなりま。くらえ、スラッシュソード。オリカさん、早く早くこの場から逃げてください。どうすけ、あなたどうしてここに。オリカさんを守ると約束しましたから。どんな障害があっても、どんな危険な場所でも、オリカさんを守ると約束しましたから。貴様、剣を離せ。そのままでいればお前も死ぬぞ。そのようなことを百も承知。おい、ライナー。分かった、行くぜ。やった。ライナー、よくやった。ドンスケ、しっかりしろ。ライナー、貴様、ずいぶん成長したな。正直オリカさんがレベル7まで貴様を入れるとは思わなかった。ずっとうさんくさいやつだと思ってたけど、結構いいやつじゃないか。バカ野郎、何言ってるんだよ。オリカさんのこと、最後まで面倒見てやってくれよ。トウスケ、しっかりして。いなくなっちゃ嫌。大丈夫です。拙者はオリカさんの心からいなくなることはありません。それより何より、オリカさんのピンチを救うことができて大満足。そんな、とにかくここよりも宿屋に連れて行って寝かせた方がいいんじゃないか。そうだね。
ベルはいよいよ悪魔オリカの世界だ。何が起こるかわからないから気を引き締めていってね。ああ。うわっ。何？そんな嘘。そんな簡単に来させるもんですか。同じオリカなのに私に対してはお前とか言って冷たいんだね。ああ、それともお前、あなたって呼ぶような仲ってこと？いい加減にしたら、パラダイムシフトを壊すなんて信じられない。あれあれ、強引にパラダイムシフトを起こしちゃうような人が何を言ってるのかな。あれは必要悪よ。まあいいわ、とにかくそう簡単に来られても困るの。もしあなたがこのストーンヘンジを直してパラダイムシフトできるようになったら、私のレベルに来るのを認めてあげる。待ってるからね。ないな。直す方法なんてあるのか。ある。だけどあんまり直したくないかも。なんで。ないな。これより先に行って生きて帰ってこれる保証はないよ。ストーンヘンジを簡単に壊すような人だし。分かってるよ。そうでなくても相当辛い目に遭うと思うよ。覚悟の上だ。分かった。それじゃあとりあえずやってみるね。はっ。お願い、このストーンヘンジを直して。分かったわ、やってみる。やった、出たぞ。よかった。めでたしめでたしね。それじゃあ私はこれで失礼するわね。それじゃあ今度こそ行こうか。うん、ライナ、次の私もう悪魔だってバレちゃってるけど、よろしくね。お手柔らかに。そういえばライナーと出会えて少し丸くなったかも。それじゃあ行くね。